木村さん、今日はよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしく。久しぶりだね、君とやるのも。そうですね。はい。ですね、今日の車は、ロードスターの RF の RS っていうバージョンで、エンジンは2リッターです。で、この車、まあ、ロードスターすべてなんですけれども、コンセプトが、人馬一体。人馬一体もね、馬がとってもいい馬だね。人馬一体にね、馬の方からしてくれるタイプの人馬一体だね。だからこの馬にまたがれば自分の思ったように、馬がもちろん自分の思ったように馬の方がしっかりと動いてくれるっていう、そういう人馬一体だね。ここまでが限度ですよっていうのを見極めてくれるし、馬がちゃんと人をきっちり乗せてくれる人馬一体だね、はい、オーバースピードでコーナーに入った時にスピン状態になるのを抑えるあるんですけど、これは津川さん的にどうでしょうか。これはおまけみたいなもんでね、多分オイラはまだやったことないから、はい、その効果がどのぐらいあるかどうかはわからないけれど、はい、まあよっぽどのことがないとねやんない。多分これはオイラはやってないから、そういう状態に陥ってないからわかんないけど、はっきり言うと多分だけど、電子制御はなんかで、例えばエンジンを切るなり、これそれ以上滑らないように、あるいはABS じゃないけどブレーキがかかるようになったり、マツダのベクトル制御、ベクタリング制御の中にブレーキのコントロールがあるんで、その辺でブレーキコントロールやなんかもされるのかもしれない。そこのとこはやってみないと分かんないけど、まあこれ行動では絶対できないと思いますので、行動でスピンする人はちょっともうやめた方がいいよね。そうですよね。これ多分サーキットで、走ってる時に怖い思いをしないっていうことね、サーキット走行の時に痛い思いしないで済むようにっていうことなんだろうね、きっとね、アシンメトリック LSD とか、これ安心メトリック、安心メトリック LSD ですね。これね、面白いんでね、はい、これは効果あるんだわ。撮影してる現在今雨なんだよね、はい、路面がとても雨で濡れてて滑りやすいから、直角でこうちょっと踏み出しでちょっとオーバー、回転数を大きくして、後ろがその LSD がどういう形で効くかなっていうのをやってみたんだけど、ちゃんと LSD がカンと効いてギュッと加速していくわけ。その時に LSD を効かしても作動の量が増えると、ある程度までいくとロックしちゃって、タイヤの限界を超えるから、お尻がビャーンと、ほらドリフト連中がやるようなお尻がパーンと流れるようなことになるんだけど、それをうまいことならないように制御しているデフなのね。それは一つには半分加速の時はクラッチ型のノンスリップデフ、はい、LSD っていうのはリミテッドスリップデフっていうのは何種類もあって、はい、その中でその加速側でクラッチを使った、要はクラッチっていうのは滑るじゃない、はいはい、だから完全ロックになかなかならない、はい、それを滑るところをうまく利用して加速に使って、今度減速側で作動が起こった場合のデフロックはカマンドポールのシステム、カマンドポールって言ってもみんな分かんないと思うけど、カムを使った、カムが作動でずれると立ち上がってロックする、タンと滑ってる中でロックするという方法なんだけど、それのシステムを片側に使って、両方ともフルで使ってないで、ハーフ&ハーフで使ってるわけですよ。それで加速にも美味しく減速にも美味しいというシステム、それでいわゆるリミテッドスリップデフだけど、デフロックではないわけ、完全な。だから、だからデフロックっていうのは突然効いた瞬間にカーンとくるから、そういうことが起こらないデフロックは、さっき言ったようにマツダ得意のベクトリングコントロール、そういうのの中の一つとして使われてるよ。その加速時、減速時の作動、左右のグリップ力の違い、それで回転数の差が出る、それをうまくコントロールするのがこの LSD で、これはなかなかの優れもんだっていうのが、まあさっきドライブしてて分かったね。最適なグリップを得るっていう、そうようなことなんでしょうか。そうです。これコーナーリングがスムーズになる、スムーズになる、人馬一体の、まさに肝になる、多分やつなんですね。多分サスペンションやなんかは旧型とほぼマルチリンク使ったり、はい、同じなんだけど、このDEF LSD は
はっきり言って優れもんだと。ああ、そうなんですね、うん、これはもう乗ってすぐ違う、うん、だからどういうふうに作動するかなっていうのをちょっと試してみたんだけど、うん、あ、なるほどこれかというのが分かったね。ああ、そうなんだ。だからそれ安心して LSD が作動したの、はい、多分普通に乗ってたって分かんないとは思うけど、あのいざそれを確実にやろうとすると結構分かる。ああ、そうなんですね、うん、これはもうあの、うん、これは素晴らしいシステムだと。はい、でですね、エンジンですね、184馬力です、うん、すげーパワフル。あ、これもすぐ分かります、ね、もう乗った瞬間に、うん、おパワーが出てる。その代わり今乗ってる車はこれティントップでしょ。そうです。だからあのちょっと重量は重くなったかな、80キロぐらいですね。だからね、搭載されてスーパーパワーっていう感じじゃないんだけど、それでも重くなってもなおかつパワーを感じるんだから、やっぱりパワーアップの方が重量オーバーよりも一つ上行ってるな、はい、加速はどうですか。いいよ。要するに四駆のロケットみたいな加速とは違うけど、はい、人間の感性に合った加速、ドカーンっていうんじゃなくて、はい、うーんとか、おー加速してるっていう感じ、はい、本当 の、 あのレーシングスポーツで R っていうんじゃなくて、この車2リッターになってこのシステム全部入れると、今までロードスターってライトウェイトスポーツの領域にあったと思うんだけど、この2リッターバージョンのこれはセミ GT だね。グランツーリングスモと、はい、それからライトウェイトスポーツの間ぐらいにあるっていう感じだね。で、津川さん、これワインディング今走ってるんですけど、うん、どうですか。もう全然なんかスムーズでさ、人馬一体っていうよりも鉄道のレールの上走ってるみたいな感じでね、今そういう速度で走ってるけどね、はい、うん、だからさっきからコーナーでもブレーキ踏まないでいいし、うん、もうスイス行っちゃう感じですね。スイス行っちゃう。だから怖くないの、ターンインが、うん、はいはい、で状況的には視界は悪いし、雨降ってて今も水を流れたら渡ったけど、はい、それがもうフィードバックされてこない、滑ってないから、だからもう完全グリップいるからもう全然怖くない。高速道路も走ってると思うんですけども、うん、高速道路はどうですか。もうすごい安定しててね、さっきもね、急に大雨が来て、はい、追い越しラインの先中央分離帯エリアでね、水が溜まってたんですよ、縦に長く。でそれにオイラの得意なやつで片輪乗せるっていうのをやるんですよ。そんなことやる、うん、そうするとやっぱりちょっとアクアっぽくなるんですよ。アクアプレインっぽくなる、はいはい、まあ危ないから皆さんやれとは言いませんがやらないですよ。あの、うん、車の挙動をチェックするには割と分かりやすいんで、ああ、そうなんですか。それでそれをやってみたんだけど全然不安定にならず、ステアリングを修正することもなく、でそのままバレッと音がするぐらい入ったんだけど、別にだからどうしたの、一瞬の揺れもないわけ、はいはいはい、サクッとくるからさ、ああこれああ大したもんだなっていうか、その速度でしか入ってないんだけどね、高速道路の速度で入ってるだけで、あのフルスロットルで入ってるとかそういう意味じゃないから。あとあの追い越しとかはどうですか。あ、もう全然、あ、ただここはマニュアルの6速だから、はい、やっぱりあのトップギアはかなりオーバードライブになってるはずで、はい、それからローギアとファーストギアとトップギアっていうのは案外高速道路では使うけど、日常ではやっぱりマニュアル、まめに違うギアを使った方が面白いかもしれない。例えばトップギアで転がしてると、その加速時に前の車追い越そうという時に踏み込むと、少し力不足というか立ち上がり不足を、それはギア比がね、とんでもなくオーバードライブだから、それは当然そこは一足こうパタンと落とすだけでもう十分いくよね。あとこのシートがレカロなんですけど、シートの感じはどうでしょうか。あのね、何点を言うと、やっぱりちょっとね、このシートはちょっと気に入らない、はい、うん、気に入らないんですか、うん、このシートはレカロがいいっていうのは、あの、レカロいいんだよ、いいんだけど、何でもかんでもレカロがいいっていうのは間違いで、やっぱり運転しているドライバーに合ってるかどうかっていうことでね、はいはい、オイラみたいな体型の人にはこの座席のお尻の部分が、なんていうかな、グッと沈み込む感覚がなくて、まあ、サイドやなんかのグリップはちゃんとあるんだけど、ちょっとバケットになってるから、だけど全体的にこれ長距離ドライブやなんかだとちょっときついし、それから本当にちょっと攻めてみようかなと思った時にガシッとこう腰を包み込んでくれるっていう感じではない。なんでかっていうと、レカロのシートはもちろん悪くないんだけど、あの一般的な人たち、いろんな人たちの体型に平均的に合わせてるから、
あのオイラみたいな体型にパティキュラーに合うわけじゃない。ああ、なるほどですね。それで多分だけどこれは結構輸出仕様もあるでしょ。あ、そうですね、あのかなり輸出だって世界で人気だから、そうすると外人体型にも合わせなきゃいけないから、はい、ドイツ人の方なんか大きいからね。あ、そうなんですか。そういう体型にも合わせなきゃいけないとなると、まあオイラみたいにもう年取ってヨボヨボになった人間にはちょっときついかなと。あ、そうなんですね、うん、それだったらあの自分でパッドをコントロールするなりね、はい、まあ自分でシートを選ぶなりする方がいいかもしれない。あ、なるほど、ね。うん、あのその辺は自分のスポーツカーにしたいんだったら自分で、うん、その辺変えても、はい、シート変えてもいいし、あのパッドを作ってもいいしね、うん、まあ、万人にはあの最適なシートではあろうかということで、はい、なんかデザインはすごくあの、高級感があっていいと思いますが、見た目はいいけどねまあ僕はこれで全然 OK なんですけどね、うん、この最低なんで、うん、はい、で一通り終わりましたんで、はい、はい、ありがとうございました。どういたしまして、はい、途中で言ったようにね、すごくいい車になった。それもすごくいい車になったってのは一クラス上に上がった気がする。要するに今までのロードスター、ロード 1.5 リッターのロードスターとジャンルが変わった気がします。それは2リッターになったばっかりじゃなく重量も重くなったけど、それに応えたパフォーマンスはちゃんとついている。それで一クラス上がったってことはもはやライトウェイトスポーツではなくて GT の部門に入りかけている。それも GT といってもあのかなり高級な今流行りの GT の世界に入りつつある。コントロールもしっかりしている。安全快適ハイスピード、そういうのが全てコントロールがしっかりと勝ってるから、ちょっとライトウェイトスポーツでぶん回そうと思ってもいいですか。そう簡単にはぶん回せません。そうですね。うん、そういう車になっている。だからライトウェイトスポーツだと思ってこの車を買うんじゃなくて、これはクルーズ、グランツーリスモとしてこれを選ぶって方が、あのそれを軽い GT であると、よくできた軽い GT だというふうに思えば、これはすっごくいい車と思います。ということでこの車はとてもいい車ですけども、あのライトウェイトから卒業したあの今 GT のクラスに入ってきた車かなと鉄人は勝手に思うのでした。ありがとうございました。